表面の突っ込み。はい。これがまあ、剣であれば表面の打ち込みであり、正面の引き込みがあります。これがまあ手形の大事です。で続いて第2問。まさに剣であれば左右の切り返しです。切り返し、切り返し。この切り返しがこの動作です。続いて。これは剣であれば巻き突きです。剣の巻き突き。ですからこの状態でこう突く、またはこう突く。巻き突き。これが、まあ、この動作の中身ですね。構えた前、斜めに斜めに返す方がでこっちから来る。だからこういってこうで、こっちからもこう来る。これが袈裟打ちの利合ですね。袈裟打ちの利合。最後これは1本目と同様に2つ入ってます。1つは入る、ね、踏み込んでおいて展開する。展開する展開の打ち込みです。展開の打ち込みで最後は、はい、自分の体を開いておいて、これは天体の打ち込み、天体の打ち込み。この2つで1本目は正面の打ち、正面のね、正面の突っ込み。この 2本だから、2本目、1本目と5本、5つに区切ってありますから、全部で7動作です。その7動作を使って我々は7動作の中の5動作を使ってこの線の崩しをやる。左右の切り返し、切り返し。これがはい、上段の崩し。おお、こっちもあるわけだ。これが上段の崩し。次ははい、中段の崩し。巻き突きです、巻き突き。これが中段の崩し。知らん。次はこう下段の崩しは袈裟打ち、袈裟打ちの利合いが、はい、そのまま下段の崩し、こちらも、はい、下段の崩し。最後に、はい、展開の打ち込み、これが、はい、ね、展開の打ち込みが、その展開の打ち込みが内回りと外回りがありますね。裏の投げの方の裏の7本目が、はい、こちらから回った場合のこれも展開の打ち込みです。おお、いいでしょう。そこから巻いてつく。巻いてつく。そしてこっちから巻いてつく。で、そこで、これが巻き突きです。巻き突き。もちろん、槍の場合にはこう、ね、こうつくわけです。パッと、ね、スッといったらいい。ね、そこからパッとこうつく。こういろいろするわけです。槍。剣も槍もこの利合いに通じるという。それを使っていろいろとできる。まずしっかり持たれたそのまま入れば下押し。全部槍の技術、槍の技術です。槍の技術。はい。あと、おお、これも入る。こういくわけだ。これです。槍です。そこに自分の胸が引き当たる。こちらも同じです。パッと握り返してこういけば、これも槍です。この槍の技術が、はい、そのまま脇頭に。で、次は、はい、こちらへ持って、はい、我々がやってる、はい、中段の崩しから、はい、はい、気合が前。これは まさに槍の基本としてこの手を使う。ただ相手にがっちり持たれた場合にはなかなかこう難しい。その時には脱力する、まあ、応用です。アペケーション、この状態でこう入れば入る。そのまま槍の基本ですか。
で、こっちも入り、今度はここで握り返し、これも槍です。握り返しておいて入る、おお、まだ動きながら、これも槍です。はい、はい、大丈夫ね。はい、それじゃあ各グループに分かれてちょっと説明をして教えてあげてください。はい、はい、3最後はしっかり決めてください。で、もう一つ、はい、圧倒的でした。抜いといて、ここで、あ、猫が入る。はい。ここ捉えたら、はい、まず抜いて、この足を引きながら入る。ここで握り返しておく。あとそのまま、十字投げです。この十字投げは、先生方あまりやらない。他の先生方がやる重大な十字投げはここで取る。大突き。こういう十字投げはですね、我々以外の先生方がおやりになる十字投げ。我々は手首まで決めると。しっかり手首を入り、決めておいて、はい、これは逆取りのことに、これは小手返し。この十字なんです。これをやってみてください。説明は、ね、担当の指導者しっかりやる。はい。